さあ、そして今日はね、もういろいろノラさんのこの人生をこう紐解いていきたいと思うんですけれども、ノラさん、はい、ちょっとだいぶ戻りますけれども、幼少期、はい、どんな幼少期を過ごされて、幼少期、はい、今に至るんですか？それこそもうあれです、小学校4年生から動画でも言ってるんですけど、バスケを始めて、はい、ミニバスを始めて、言ってましたね、はい、で9年間ずっとバスケを続けて、うん、多分そこでド M の精神じゃないけど、筋トレやってると追い込むじゃないですか、はいはい、そこで多分追い込む精神がもう植え付けられたと思うんですよ。バスケで9年間よ、小学校4年生からってことは高校も、はい、そうです。ってことは結構ガチな、ガチですよ。あ、部活も本当なの、あのガチです。あ、僕も剣道部で超ガチの、超ガチですか？ちょっと分かります。分かります。あのやばいやつですね。やばいやつです、はいはいはい、そうです、やばいやつ。なるほどね、はい、でそこでもう多分追い込まれる、追い込むっていうことを覚えたんで、うんうんうん、はい、っていう感じですね。でそのままあのバスケ終わり、であとはもうデザイナーになろうと思ったんで、普通にデザイン会社に就職して。あ、もう昔からバスケやってる時からデザイナーになりたいっていうふうには思ってたんですか？バスケを引退したら一回将来について考えるじゃないですか、はい、その時に、あ、じゃあデザイナーになろうと、うん、もうその時もアニメとか漫画とかそういうの好きだったんで、うん、クリエイティブな方に進みたいと思って、うんうんうん、でそこで考えて、じゃあデザイナーの方になろうと思って、うん、っていう感じですね。でデザイナーの学校に行って、2年、専門学校2年間行って、はい、でその就職して、でその時は私グラフィックデザイナーとして1年間やり、はい、その後転職し、うん、今のウェブデザイナーになって続いてるっていう感じです。あ、もう今は会社勤めなんですか？はい。あ、じゃあ就職したところからずっと？そうですね、1回転職を挟みましたけど、はいはい、そのずっと1年働いて転職した後はずっとウェブデザイン。今もじゃあ会社員？一応そうですね、会社員。会社あれ OK なんですか？あ、まあ一応大丈夫。副業みたいな感じなんですか？そうですね、まあでもといっても今もう私ほとんど YouTube ばっかになっちゃってますけど。へー、だって忙しくないですか？だってウェブデザイナーのお仕事もまだちょっとはされてるんですか？あ、そうですね、はい、ちょっとされつつ、家庭があり、うん、YouTube があり、そうですね、トレーニングがあり、結構忙しいですよね。結構忙しいです。ノラさんの一日の今のルーティーンってどんな感じなんですか？つまんないんですけど、起きる、子供の支度する。基本的にはもうあれなんですか、もう昼間普通に起きて、はい、そうですそうです、うん、もう普通の主婦が筋トレして YouTuber してみたいな、ほんとくっつけた感じなんですけど、もう昼間ほとんどまあ仕事をやり、あとまあほとぼ YouTube 撮影して編集して、うん、でも夜からも子供が帰ってくるんで見て、うん、であと夜に最近はそうですね、トレーニングしたり撮影したりとか、うん、まあ、結構家で撮影してるんで夜でもできるんで、それの分は助かりますけど、もう結構がっつりあの YouTuber 多いですね。昔からこうウェブクリエイターを目指してたっていうのはやっぱりこうアニメが好きだから。そうですね。これ年齢って聞いても大丈夫なんですか？いいですよ、それこそ、はい、昨日32歳になったんです。おー、おめでとうございます。ありがとうございます。ハッピーバースデー。ありがとうございます。になって、うんうん、そうですね、32で。32歳、うん、見えないとは言われますよ、もっと上に見えるとは言われるんですけど。あ、そんな上には見えないですけどね。あ、本当ですか、うん、カメラ越しだとそう見えるのが。そう、20代後半ぐらいかなと思ってたんですけど。やった、うん。ショーティービーの新手のサービスです。そう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 。ちなみに旦那様とはコーチとはどこで出会ったんですか？お仕事ですね。お仕事。旦那様も同じ会社にいらして。そうです。でもあのクリエイターではないですけど。もう。でそこが出会いで。うんうん、でそのままこうお仕事つながりで。はい。って言ってって感じですね。あの2人のね動画のあのコンビネーションを見てると本当会話も面白いしツッコミも面白いし。あ、本当ですか？もうやってることアクロバティックなこともたまにあるじゃないですか。あれめちゃめちゃ面白いんだけど旦那さんのどんなところに惹かれたんですか？そうですね、まず結構なんですか、あの自分が強い、なんていうんですか、その時仕事にこうなんですか、なんかもう結構一つのことに向かって突き進んでるところを見て、そこがやっぱいいなと思って、うん、で私からこう仕掛けていきましたね。あ、ノラさんが、はい、これは行かなきゃでっていう感じで、そのやっぱなんていうんですかね、彼は引っ張っていくタイプなんですよね、どっちかというと。あ、人を引っ張っていくタイプ。はい、そうです、うんうん、引っ張っていくタイプなんで、で結構いろんなことを決めてタイプなんで、で私がどっちかっていうとそのついていくタイプなんですよ、うん、完全に、うんうんうん、多分そういうのでいい意味でも惹かれたんだなと思います。うんうんうん、YouTube も旦那さんが基本的には、うん、そうですね、あの考えたり、うん、ここもっとこうした方がいいと思う、ここちょっとこの動画はこうだからとか、そういうのは結構コーチが考えてます。じゃあ企画ってあれコーチなんですか？もう多いですし、まあ、もちろん私も考えますし、はい、あの
案を出して完全に仕事みたいな感じですよ。お互いこう案を出す、うんうん、こうしようみたいな感じで完全に夫婦の会話っていうより完全にもうビジネスみたいな感じで出し合って、うん、でも結構ね、コーチが考えるの多いですよ。もうこの企画この企画この企画ってお互いに出し合って、はい、それでじゃあこれやってこうよ、はい、で構成こんな感じでいこうね。そうです、そうです。ただ内容は結構あの考えずに、私も台本ガチガチ作られちゃうと頭がいっぱいになっちゃうんですよ。でもなんか適当なこと言えないっていうか、うん、面白い感じにできないんで、うん、そこら辺はあのその場の感じで、うん、あとは編集でなんとかしようっていう感じで、うんうんうん、作ってます。あでもすごいよな、うん、あの二人の織りなすあの世界観不思議ですか。不思議。あ本当ですか。いや俺最初分かんなくて、はい、あのノラフィットネスってこれ旦那さんなのか、うん、旦那さんは別にいるのかってことを結構いろいろ考えてて、言われますよ。まあ旦那さんなんだろうなとは思いつつも、うん、まあ今日そのさっき葛藤があるのかっていったところにこの二人がないっていうところがすっごい面白くもあったんだけど、はい、なんか旦那さんと一緒に子育てとか、うん、もういつも笑顔じゃないですか。で2人とも明るいじゃないですか、はい、でも子育てがありいろんなことがあり、もちろん家庭のも、うんね、こともたくさんあり、うん、YouTube のことたくさんあり、うん、なんかこう苦悩とか挫折ってのは今まであります？あ、じゃあそうですね、苦悩はもう結構ありますね、うん、やっぱり、それこそさっき夫婦喧嘩が多いも言いましたけど、うん、まあそれはぶつかるんですよね。ぶつかるのって何が原因が一番多いですか？やっぱり動画、うん、こここうした方がいいんじゃないか、私はこう思うみたいなとか、うん、ですし、まあ、正直トレーニング取ってるじゃないですか、上がんない時ってあるじゃないですか、調子悪い時、うんうんうん、それだとでもこれじゃダメだみたいになるんで、スタートとか結構重いのやらされてますもんね。そうなんですよ。でもただ調子悪い時とか上がんないんですよ、うんうん、そういう時とかのその場の空気感やばいですよ、もうあーみたいな。あ、じゃあ本当のあれだ、もうプロデューサーみたいな感じだ。あ、そうですそうです、うん、私も動画的にも上げないといけない、普通にトレーニーとしても上げなきゃいけない、でも上がんない、うーんみたいなとか、そういうなんですかね、ありますね。え、それが一番大きな揉め事、夫婦喧嘩の。まあ今だったらもう YouTube が大きいですよ。そういう、へえ、うん、熱いですか？いや大丈夫です。あの、喋ってると熱くなってくるんです。熱くない、大丈夫ですか？その仕事もそうなんですけど、それこそコーチが仕事仲間であるんで、はい、いろいろもう仕事に対してボロクソに言われまくるんで、小さな挫折を日々繰り返してるんですよね。あ、この編集はノラさんがやってるんですね。そうです、全部私がやって。旦那さんは一切やらないんですか？ちょっと文字を修正するとか、と最近ちょっとねやってくれたりするんですけど、ほぼメインは私がやってるんで、そういう意味でもなんか容赦ないダメ出しが来るんですよ、うんうん、コーチから。まあその方が助かるんですけど、そういうので小さい挫折を繰り返しまくっていって、なんでそうですね、例えば手厳しいこと言われても何よじゃなくて、あ、そうだよなみたいな、だんだんそうなってきた感じはあります、ね、じゃあ完全にあの夫婦パートナーであるけれども、プロデューサーとそれこそ編集者、うん、あ、そうです、プロデューサーと言ってしまえば演者、うん、そうですね、めっちゃ大変じゃないですか？いやもう結構がっつりそうです ね半々ぐらいな。でもそれこそ夫婦ではありますけど、それこそ仕事仲間でもあるんで、そういう意味ではビジネスね、あの仲間じゃないですけど、うんうん、っていうのは結構強いかもしれないですね。え、なんかそういう仕事の話するときは敬語とかになったりするんですか？そういうのは一切ない。そういうのは一切ないです、さすがに。あ、ただなんか私がスラックって言うんですけど、やり取り、オンラインのやり取りするときは、スラック、はい、スラックで。あ、スラックを使ってるの二人で？そうです。家の中なのに LINE とかじゃなくて？スラックです。もう本当のビジネス。あ、そう普通のクリエイティブの会社じゃないですか。はい、もう普通にあのスラック使うって。そう、スラック使って今日のタスクみたいなとか、あの YouTube、 この今後のタスクとかいう感じで、うん、そういう時は敬語を使って、夫婦でもそんな感じです、ね、お疲れ様です、今日のタスクですけれどもこちらどうしましょうかみたいな。結構じゃあ本当に一つのノラフィットネスというね、本当に一つのプロジェクトですね。そうですね、もう会社みたいな、株式会社ノラフィットネスみたいな感じ、ね、今後について完全に私がまだなんかふわふわしててどうするかっていうのがまだビジョンがあまりないんで、とりあえず盾は欲しいねっていう感じで始めたんですけど、うん、じゃあもらったらどうするっていう、そこがまだあやふやなんですよ。あ、そうなんだ。今日ここにも本当書いてあるんですけど、はい、ノラフィットネスが目指す場所っていうのって結構いろいろ、みんなやっぱ YouTube やるには理由があるじゃないですか。そうですね。ノラフィットネスって
まず、まあ、もちろん10万人のシルバーの盾っていうのが YouTube10 万人登録いくと送られてくるんですけど、うんうん、まずそれを目指して、そうですね、なんか一つの、まあ、指標じゃないですけど、なんか一つの形、なんかあのとりあえず やりきったじゃないですけど、それをもらった一つの節目じゃないですか、うんうん、とりあえず盾っていう、それが欲しいなと思って、うん、それをずっと目指してたんですけど、もらったらどうするみたいな、そんな感じ、まだ夫婦2人ともどうするみたいになっちゃってるんで、あ、じゃあコーチもまだそこはぼんやりしてるんですか。そうですね、うん、まあ、そこはうーんみたいな感じになっちゃってるんで、うん、まだ決まってはいないんですよ。でもノラフィットネスまずコメント見ると多くのノラファンがたくさんいるじゃないですか。ああ、嬉しい、そうです ね、めちゃくちゃファンがいる中で、はい、なんかフィットネスアパレルはやりたいっておっしゃってましたもん、ね、ああ、そう、やりたいと思ってるんです。デザイナーである以上っていう、はい、やってみたいっていうのはあるんですけど大丈夫かなとかいろいろ結構ね、最近その、うん、ウィメンズ、うん、ウーマンの リフトさんも、はい、ウーマンが出た、クロノスさんもウーマンが出てますね、出たじゃないですか、はい、ノラさんはウーマンから始めるんですよね。まあもちろん私が、うん、そうですね、ウーマンなんで、ウーマン、はい、まあ、でもなんかやっぱデザイナーだから、はい、どんなところこだわっていこうかなとか、そういうビジョンもあるんですか。お尻にはこだわりたいと思ってるんですけど、うん、でレギンスってことですよね。そうですね、うんうん、レギンスやりたいなと思ってるんですけど、現実的なこと考えると大丈夫みたいな感じで、こう手が出せずにいるみたいな。ノラさんはアパレルの、うん、なんかそういったことはやったことあるんですか。ないんですよ、そこが知識がゼロなんです。あ、なるほど。ないんで、そういう意味でもちょっと手が出せないでいるみたいな、うんうん、まあ、2人でねそこもやるってなるとめちゃくちゃ大変ですもんね。さすがに手が回らないですよね、動画出しながら、うん、しかも子育てしながら、はい、ね、さすがにいろいろ手配してとか、うんうんうん、ちょっと手が回らないっていうのもあって、そういうのも完全に今やりたいなぐらいな今感じになっちゃってますよね、うんうんうん。私海外に一人行ったの初めてだったんですよ。英語を話せないんですけど、乗り換えでやっぱりアクシデントが起きて、コーチがなんかちょっとレベルの高い乗り換えのやり方をやったんですよ。